リナーレスは、スペインアンダルシアハエン県のムニシピオ、シエラモレーナ山脈に位置する。農業、牛の飼育が行われ、鉱山があることから通商路が交差する地点であった。現在のリナーレスの前身とされる名が現れるのは、レコンキスタ官僚前である。それまで数世紀にわたり存在していた定住地の名は、カストロであった。城の周りにできた定住地に人口が集まり、 11世紀にはリナーレスとして知られるようになった。リナーレスは周囲の定住地を見下ろす高台上の戦略的な位置にあったカスツロとして生まれたのである。アラブ人がイベリア半島へ侵入すると彼らはローマ以来の軍事要所に定住した。1227年カスティーリオフェルナンド3世がリナーレス城を陥落させアンダルシア遠征の魔女は キリスト教徒側が使用した。この時期に、リナーレスは王から特権を授けられ、代々のカスティーリャ王たちにおもんじられた。16世紀のリナーレスは、農業と牛の飼育で、経済成長と人口増加の最盛期を経験し、フェリペ2世により、B 社でマノスの称号を与えられた。17世紀から18世紀、農業及び牛の飼育と並行し、 自治体内の塩鉱産開発に力が入れられていった。最盛期で最高は年間20万アロバから30万アロバに達し、鉱物は主として戦争資材として消費された。この平和と人口増加の結果、ディナーレスは19世紀から20世紀半ばまでアンダルシア州の重要な経済中核へと変貌させた。1875年、アルフォンソ13世は、 ディナーレスを都市へ昇格させた。19世紀から20世紀にかけてのディナーレスの成長は、主として、イギリスからの外国投資と、スペイン国内った自治体との結合を容易にした鉄道敷設がなければ、実現しなかっただろう。20世紀半ばを過ぎてから、笛の材料として、鉛を用いるのは有害であると立証され、市場で価格の暴落を引き起こした。 リナーレスにあった鉱山は徐々に閉鎖していき、1991年には最後のクルース鉱山が閉鎖された。これがリナーレス経済を転換する重要な段階であった。リナーレッホスの聖母、ありがとうございます。